いや、違うな。あれだ。確かなんか、スーズさんが誰かが鳥羽駅をちょうど紹介してたから先に出したんだな。こいつに合わせて。次、7っすね。ダウンロードしてなかったか。こいつですね。あれ、これだよな。ですね。重たい重たい。よいしょ。あ、ちなみに光回線なんでね、下りで、上りでのバーツ使ってますけど、下ってもね、それなりには使えますね。回線弱いね、Wi-Fi 系のやつだとね、結構、こういうことすると、パンクしちゃうことありますけどね。とはいえ、ちょっとライブ放送と、高画質ライブ放送と、こういう動画組み合わせると、難しいかな、というところですね。さあ、7番まで来た。19詰めですもんね。えらいことになった。次が。まあ、あとこのニコ動に移すのはね、早くやりたいっていうやつの理由の、もう一つ、理由の一つにね、バックアップね、機能としてね、使いたいっていうのもありますよね。やっぱしその、YouTube だけだとね、いざね、YouTube のデータがね、ポンって飛んでしまった時にね、こっちに何も残らなくなってしまいますんで、そういう意味でもね、こういった、複数のところにね、上げとくっていうことができるとね、非常に、心強くはありますよね。写真だろう。下にジャージ着込んでるんでね。さっき出かけるとき、ジャージでものめんどくさくなって、そのまま来て行ってたんですよね。ボディであというわけや。なかなか1時間で、1時間で7分か。まあ、ちょっと説明とかいろいろしておったロスが多少あって、7だから、まあ10分に1本ペースくらいではいけるのか。なかなか。ってことは、1時間6本として、10時間で60本、24時間半とかな、144本投稿できる計算はマジか。意外と頑張れちゃうな。ってことは、このタグが今80とかって言ってましたけど、全然いけちゃうんですね。怖えな。マジか、怖っ。34終わった。7終わった。次、8。8。概要欄使ってないな。危ないね。ひどいね。よし。これもこれ以上、いい需要はないね。
って感じで、案外と結構一個一個なんでね、あれですけど、意外とシステマチックにやってき始めたらできますよという感じがありするかな。ちなみにね、YouTube とかね、見たいときどうしようかなっていうのはあります。この3機あるとね、ちょっともうこっちのブラウザ開きにくいんで、別のね、ブラウザ開いてね、見たりしてます。まあ、ちょっと今別のブラウザに映らない設定になってるんで、映ってないよな、これ。ね、映ってないですね。大丈夫ですよ、そんな。Lサイトとか見ませんからね、大丈夫ですよ。さすがにね、動画の収録中にね、Lサイト見るほどのね、肝玉座ってませんよ。はい。あ、でも音が使えないのか。ちなみにですけど、ニコ動さんの場合ね、ブランドの、ね、この画面とかね、ちょっと見てもらったら、ちょっとわかるかなと思いますけど、複数のね、ブランドをね、管理する、いわゆるサブチャンとかね、いろいろさ、サードカウントとか、作ってね、その、特化、チャンネルみたいなのを作って、やるっていうよりは、もう一つのチャンネルで、一つのチャンネルで、育てていくよっていう、意味合いが、かなり強いので、そのあたりもちょっと違いとしてあるかなと思います。なんでね、こっちの方に、4TV とかでアップロードしてるともね、もうニコ動さんの方は、もう全部まとめて、一緒の、こっちの方で上げてきますんでね。その代わりタグ付けでね、そのあたりは4TV のやつとかわかるような感じにする、ような感じですね。